はい、こんにちは。今日は沖縄の冬の素晴らしい、いい天気なんですけど、みんな天気見てないような、あのサイモンの顔を見てるような。怪我しました。昨日サーフィンで顔をリーフに突っ込みました。で、病院に行って9針抜いてます。昨日は痛かったけど、今は大丈夫あ。まつげあげたら痛いけどね。 えー、無表情、顔の表情をしたらダメ <laughs>。で、今日はちょっとリスクとか、あのー、危ない危険についてちょっとあの話してみたいんだけど、自分はまあまあやっぱりサーフィンしてるから、サーフィンでちょっと危ない。時々怪我したりもする。あ <laughs> <laughs> で、あの、でも、例えば自分がサーフィンしながら、誰か、まあ、奥さんとか、ワンダーワイフとかあの、お父さん、お母さんとかが、ショルダーから、え、その波乗るないで、それ危ないよ。あ,あっちに行って、あっちあ、それ乗ってよ。はいはいはい、どうぞ、それ乗って。いやいやいや、それはダメダメダメ。って言ってたら、まあ、まずはあの、そう、そう言ってる人がいたら、むかつくと思うよ。<laughs> ちょっと怒ってくると思うよ。で、あとは、 あのでも私たちがあの保護者として親として子供たち公園で遊んでるのを見てるときにそうするよねああそれ危ないそれやめてそれ危ない危ないやめてとかで言いながら子供を見守ってる見守ってるかなんか介入してるであの自分言いたいのは今日あのほっとく必要があると思う子供たちが本当は自分で子供たちはとかしたくないから あの高いところ登ってから見てから、ああと思って、登らないとか, <laughs> とか、自分でリスクの判断ができる。で、やっぱりこれ,これは小さい頃も、なんか2、3歳児の子の話じゃないよあの。5、6、7歳ぐらいになっててから、なんか自分のことができるようになっている子の話よ。 あの気をつけながら見ないといけない。えー、とでもあの子どもたちは自分でリスク判断ができるから判断させてくださいあの。もし必要があれば我慢ができなければもう見ないといった方がいいかもしれない。でそうすると、まあ、あのリスクの判断しながら リスクの判断ができるようになる。逆に、いつも保護者にはその判断しているなら、子供あの自身があのリスクを判断ができるようにならない。だって、やらないことはできるようにならないから。でもちろん、ためにはけががあります。でもそれはそのプロセスの,の,のしょうがないところ、逆にあのリスクを判断ができない子供を育つと、逆に危ない。 ちっちゃい頃からいっぱいもう登ったりたまに転んだり怪我してた方がいいかもしれないで,でもちろんあの保護者としてはちょっと怖いではあるだけどあの子供たちは自由に遊ぶ必要があるだから危ない危ないとかの話をちょっと遠慮してみてくださいはい今日も見てくださってありがとうございます